Japan。 今日は顔がすごくモレモレなんですけど、ちょっとピンマイクをつけます。ピンマイクすごい、このタブが邪魔なんですよ。だけど多分これ取っちゃいけないやつなんで、海外の電化製品によくありますっていうタグで、私昔アメリカに住んでた時のうちに使ってたドライヤーは取っちゃいけないやつでした。さあ皆さん久しぶりですが、どうお過ごしでしょうか。今日はね、皆さんと一緒にね、日本語のボードゲームをやっていきたいと思います。昔ねやりましたね、最近やりました。お、こんにちは、おはようございます。東京は朝です。これどうしようかな、こうだ、こうでいいのかな。今日はね、上沼さんもね最近いないのでね、ピンマイクの付け方わからなくなっちゃったですけど、今日はね2個紹介したいものがあってね、最初になんかお茶なんですけど、これねなんかね丸ごと食べられるお茶なんですよ。でここにちゃんと給湯器持ってきたし、コップもねちょっと持ってきたので、ね、それをちょっと飲みながら皆さんとボードゲームをしたいと思うんですけど、ちょっと開けていきます。これ100円ショップで買ったやつで、いちご王国ってやつ。あ、そういえばね、面白い話です。でとカレンダーってあるじゃないですか、1から何なのか。英語で喋るの忘れてた、太いやつだった。 So hello everyone、 and today I'll be doing board games with everyone、 and so I have like something that's interesting to talk about。 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday。 So、 そういえば今日歩いてて、歩道でちょっとなんかこう道があって、ここがちょっとなんか段差あるところじゃないですか、車がこう通るから、車が通るから、ここ歩道ね、車が通るから、ちょっとここに段差があるのがあるじゃないですか。ちょうど私ここ踏んでブーツ履いてるんですけど、ブスって行っちゃってびっくりした。 So there's like a bump like right between the people pedestrian place and the place where cars goHi, hello. And so like I was walking and then all of a sudden like I accidentally like walked on top of here and then my boots were like poof. So that was something scary that happened. はい、そんなことが起きました。ちょっと待ってね、急いで今カレンダーを書いてます。日本、そう、日本ってショートケーキっていう食べ物あるじゃないですか。でショートケーキってね、あのまあ、日本から生まれたものなんですけど、うん、そう、あ、違う、あれ ?1、2、あ、やばい、21を忘れた、21日忘れました。で、あの日本ショートケーキって日本のものなんです、食べ物なんですけど、あの日本ってね面白くて、いちご15の日あるじゃないですか、まあ、今回の場合日曜日なんですけど、15日ってあるじゃないですか。それがね22日の上じゃないですか。で15日って1と5でできてるから、いちごとも読めるんですよ。だからね、いちごの日と15日はよく言われるし、22日はショートケーキの日って言われてるんですよ。なぜならいちごの上にショートケーキ乗ってるじゃないですか、ん、ショートケーキの上にいちご乗ってるじゃないですか。だからね、22日はショートケーキの日って呼ばれる時もあります。ちょっと待ってね、書く、こうショートケーキがあって、まあショートケーキっていうのは、ね、日本のケーキでね、いちごが上に乗ってるあのスポンジケーキです。で、ここにね、すごいしょぼいけど、このいちごが上に乗ってるじゃないですか、ショートケーキなの、これは。だからいちごの日、ショートケーキの日ってなってます。だからよくいちごの日にねキャンペーンやったりしているお店もよくあります。 So as you can see, 1 and 5 if you read it just like that, it's いちご、 so strawberry day. So every month on the 15th it's called strawberry day. And then there's in Japan there's this cake called a shortcakeAnd basically, shortcake has a strawberry on top. So, which means that on the 22nd, it is a shortcake day because there's a 1-5 strawberry on top. いちご on top. そんなお話でした。じゃあ、そんな間にちょっと頑張って開けます。
さあ皆さんは何か面白いこと最近ありましたか？私はね、その今日来る途中に転んだくらい、あとね、もう最近目が痒くて大変です。前髪もちょっと伸びて、すごい前髪長いんですけどね。 Does anyone have anything funny that happened to them recently? The only thing that happened to me was I fell off the stairs. Not stairs, like the pedestrian road. The sticker is peeling off, but I can't peel off the this itself. Oh my god. Time out. Okay, got it. Except that it is not fully open. Oh, finally, やっと開いた。 Okay, it's open. 今日やるのはボブデジン、ボブ辞典キッズってやつです。みんなで楽しく言葉で遊ぼう。カタカナ語ってわかる？海外で生まれた言葉を書くときに使うんだけど、じゃあそれをカタカナ語を使わないで説明できるっていうことなんですけど、まあ、あの例えばカードゲーム、ボードゲームとかもそうなんですけど、カタカナじゃないですか、あのひらがなじゃなくて。それを、まあ、みんなで説明していこうっていう話です。じゃあやっていきましょう。その間に皆さんとこれを紹介している間にお茶を作ります。はい、じゃあ1個目、じゃじゃん、アイスクリーム。皆さん、アイスクリームをカタカナを使わずに、漢字とひらがなだけで説明してみましょう。アイスクリームです。さあ皆さん何かありますか？ちょっとお茶作りたい。あ、やばい、ハサミ忘れた。どうしよう、ハサミがないんですけど、諦めましょう。うん、紹介したいな。でも多分今ドア開いてない、ちょっと一瞬外れます。アイスクリームを皆さんちょっと考えてみてください。はい、開いてなかったです。なのでちょっと頑張ります。じゃあアイスクリーム、私が説明すると、アイスクリームは冷たい、凍った、甘い飲料。 So when I explain ice cream in Japanese without using katakana, which is like words in English or French or any other language other than Japanese, I'd say like aHardened object that is made from sweet juice. Sweet, yes, juice. はい、そんな感じでね、いっぱい考えていきましょう。どういうことだろう、後ろになんかいろいろ書いてあるけど、まあ気にせずにやっていきましょう。じゃあ次、チーズケーキ。チーズケーキの、あの説明を皆さんか考えてみてください。で、私もちょっと参加、チャットに参加しよう。チャットみんな打ってほしいな。寂しいからチャット打ってほしいな。はい、じゃあちょっと待ってね。とこれだ。さあ皆さん何かありますか？チーズケーキ、チーズケーキを日本語で、あ、間違えた、日本語、うん、ひらがな、ひらがなで、ひらがなと漢字で説明する。さあ、なんかありますかね。チーズケーキ、チーズケーキだったらなんかあるかな。コメント来たと思ったら自分でした。自分がね、今打ったコメントでした。チーズケーキ、なんだろうね。牛乳飲料を使って作った洋菓子。牛乳飲料を使って作った洋菓子がチーズケーキ。あ、間違えた。え、皆さん花粉症じゃないですかね。ちょっと待って、ちょっと待って。牛乳加工品かなを使って作った洋菓子。I have hay fever, so I'll be sneezing a lot. And I forgot to drink my medicine. Hay fever medicine. 消せなくなっちゃったコメント。大変大変。どうしよう。
あ、できたできた。あ、OK、できました。はい、はい、ブエナス、ハロー。そう、じゃあ牛乳、じゃあチーズケーキね。じゃあ次、チョコチップクッキー。皆さん貸してくれない。チョコチップクッキーは何かありますか？説明方法、チョコチップクッキー。こう、カタカナを使わずに説明しよう。So let's explain chocolate chip cookies without using katakana. Does anyone have a thing that they want to share? なんかありますか？皆さん。何これ？運命を増やせ、一匹の必要性引きに増やせ。なんかありますかね？チョコチップクッキーを説明する。Explain、 あ、ここに書けばいいか。チョコチップクッキー、それをカタカナなしで説明しましょう。こんにちは、今日もよろしくね。じゃあ皆さん、答えてくださいお願いします。本当に寂しい。チョコチップクッキーをカタカナを使わずに答える。カタカナを使わないで使わない。So without using katakana。すごいコメントいっぱい。チョコレート。多分小さい茶色いケーキ。ケーキでもねダメなんですよ。ミルク。カタカナ使わないんだよみんな。漢字とひらがなだけだよ。カタカナ使わないでやりましょう。チョコチップクッキー。こっち側にいた方がいいのかな。こうしよう。チョコチップクッキーなんかありますか。私だったら。なんていうかな、小麦粉を使った甘い南米で採れる豆を使ったお菓子。やばい、まだカタカナそうなんですよ。カタカナを使わずにです。私はここ小麦粉を使って中に南米で採れた豆を入れたお菓子、洋菓子。帰っていこう。 So what I would explain it as is using wheat and beans from the abroad, you make this food from overseas. よし。なんだっけな。小麦粉を使って作った南米の豆が入っている洋菓子。お、いい感じ。牛乳使ってましたっけ。まあ使うか。確かに。じゃあ牛乳と小麦粉と南米の豆が入っているものを使ったものですね。はい、じゃあ次、ジンジャーエール。じゃあ、ヒントを出すとジンジャーですね。生姜です。生姜の炭酸ジュースかな。生姜の炭酸飲料。生姜の入っている甘い炭酸飲料かな。アイスクラッシュ、え、なんだろう、わかんない。ジンジャーエールね。ジンジャーエール。ジンジャーエール、
さあ皆さん何かありますか。どうやって説明しますか。 How would you explain ginger ale? チョコレートが好き。チョコレート美味しいですよね。まあ終わったけどね、チョコレートの話。はい、ジンジャーエール何かありますか。ジンジャーエール、ジンジャーは日本語で生姜です。生姜ですね。ライトがね反射したんですよね。あ、ちょっとマシになった。アイスクリーム、あ、そういうことね。アイスクリーム、コーシュガー、おー、やー。なのでお砂糖も入ってますね。じゃあこっちは生姜の入った甘い炭酸飲料かな。ジンジャーエール。ちなみにこのコメント全部自分で言ってます。あのコメントっていうか、あのトークインジャパンのコメント全部自分で言ってます。ジンジャーエールとは何でしょう。 Think it's not sugar sugar. あ、すが。はい、ジンジャーエールとは何でしょう。 Yes. So, what is ginger ale that is explained without using katakana? So, like thisOr this. さあ何かありますか。カタカナを使わずにジンジャーエールを説明しよう。すごくお腹が空いた。 I am very hungry right now. 何かあるかな。皆さん何かありますか。ジンジャーエールを説明しましょう。ないですね。じゃあ次、ジンジャーエールは結局私の説明的には生姜を使った甘い炭酸飲料。ちなみに飲料っていう言葉はあの飲み物です。で、炭酸はあのサーツルワーター、炭の炭、二酸化炭素入れたやつです。私結構好きです。そう、それが炭酸です。で、ね、ちょっと難しそうなんでやめましょう。次、お、いいのが出てきた。はい、じゃあちょっと難しいやつ。じゃん、ゼリー。ゼリーは何て説明するでしょうか。 How do you explain jelly? Jelly? なんて言うんだろう。さあ皆さん、ゼリーって何て説明しますか。うん、sorry, okay. Okay, ゼリー。ゼリーはカタカナを使わないでなんて説明しますかね。これね、自分的にはずっとカメラが反転してるんですよ。で、これを反転してまた反転してるして乗ってるんですけど、夢で見てるとね、反転してて不思議な気分です。はい、ゼリー。ゼリーはなんて皆さん説明しますか。ゼリーはね、あのジャロみたいなやつです。こうプリンかも。これジャロです。ジャロ、こういうね容器に入っててね、これゼリーです。ゼリー。さあ皆さん、ゼリーは何て紹介しますか。その間にちょっとコップのね、なんかつけっぱなしなのでこれ剥がしていきます。え、食器洗い機 OK らしい。え、電子レンジも OK なんだって。熱湯も OK らしいです。水、ゼリー、水、あの、ちゃんと文章でいいんですよ。一言じゃなくて文章でも大丈夫なので、ぜひ。これ100円ショップで買ったんですよ。ライブ用に、ライブっていうか日常っていうか、ここで使うように、オフィスで使うように買ったんですけどね。なんかとても可愛い。ちょっと待ってね。あ、待って、消えちゃった。エジプト人の大ファンですよ。私が、私とかエジプト人のファンだったんだ。ん？どういうこと？ファンってことですか？やったー！ありがとう。じゃあゼリーを考えましょう。その間にね、ジェリー。ゼリーはですね、ゼラチンっていうものからできてるんですよね。基本的には。ゼラチンは、わかんないです、何か。ゼラチンってなんだろう。でね、このコップ。わお、We use jelly. Oh, yeah, we do use water for jelly. So, gelatin. Yes, so something that's made out of water and has a sweet taste and
is like soft touch on your tongue. ゼラチンとは、ゼラチンとはね、なんだろう、ゼラチンは色がなくて透明な、コラーゲン、動物の体のコラーゲンから取られてるらしいです。だからヴィーガンの方食べれない、かわいそうに。そうですね、そっか、ゼラチンね、うん、水に溶けて、そう、動物の体を作る繊維状のタンパク質コラーゲンらしいです。じゃあタンパク質らしいです。あれ分かんなくなっちゃった。はい、タンパク質らしい。まあそれは置いておいて、ゼリーはお水と、お水を使った動物の体の繊維からと、動物の体と水を使った甘い、使って固めた甘い食べ物かなそれがゼラチンです。次、ゼリー。次、ケーキ。ケーキもちょっと説明しちゃったか、まあ、クッキーと似てるんですけどね、ケーキは。あ、そうだ、ここに打つの忘れてた。ゼラチン、間違えた、プリン。じゃあゼリー、ゼリーとは、ゼリーとはですね、お水と動物のだの一部を、一部を使って作った甘い柔らかいお菓子。はい、OK、できました。お水と動物の体の一部を使って作った甘い柔らかいお菓子です、ゼリーは。はい、でね、ゼリーはね、フィッシュ、そう、ゼラチンっていうものを先ほど見せたと思うんですけど、フィッシュゼラチンっていうのはあってね、お魚の、ね、骨から取るらしいです。こういうね、この骨から取って作るのがフィッシュゼラチンらしいです。お魚もったいないからね。じゃあ次、ケーキ。あ、ケーキやったんだ。オレンジジュースいいかもしれない。オレンジジュース簡単です。皆さん、オレンジジュース、さあ、なんて説明しますか、オレンジジュースは。よいしょ。 What would you explain orange juice if you're going to do soWithout using katakana. Orange. すごいなんか戦いが起こってる外で。ジュース。ちょっと待っててくださいね。謎の戦いをちょっと見に行きます。その間皆さん、オレンジジュースなんてカタカナで説明するか教えてください。今ね、見てきたらね、多分荷物を運んでくださる方でした。 Hello、 こんにちは、やっほー、こんにちは、 Good morning or good night、 Good evening、 Good afternoon、 Buenos dias、 Buenos、 Good morning。 みかんと水、確かにみかんと水を混ぜた飲み物かな。あとはね、みかんとかレモンとか全部まとめて柑橘類っていうのかな、柑橘類でいいのかな、柑橘類、うん、柑橘類って言います。柑橘類って言いますね。漢字が難しい。柑橘、はい、すごい腕が痛かったんですけど、柑橘類です。柑橘類は何があるんだろう、オレンジとか、あ、
グレープフルーツ、こんにちは、こんにちは。おはよう、すごい元気ですね。そう、こんにちは。あ、すごいすごい、アマゾンが出てきた。はい、柑橘類、みかんとかグレープフルーツとかオレンジとか、日本ではね、いろんなみかんの種類が、すごい顔の色が悪い、すごいいろんなみかんの種類があるんですけど、あとはね、あの私が好きなデコポンっていう、ちょっとね、あのてっぺんがねはみ出てるね、かわいいやつがあるんですけど、デコポンとかカンタンとかイオカンとかハルミとかネーブル、セミノール、アサミオレンジ、パールキツとかね、本当にいっぱいねあるんですけど、まあ、その柑橘類の飲み物ですね。柑橘類と水を混ぜた飲み物、柑橘類、オレンジジュース。オレンジジュースとは柑橘類、柑橘類、あーすごい、柑橘類、 OK 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 できた、かっこみかんなどと水を混ぜた飲み物、甘い飲み物かな。お、できた。はい、柑橘類、オレンジジュースは、 So orange juice is citrus with water that is sweet。 はい、じゃあ次はドーナツ。ドーナツもちょっとね、クッキーに似てるんですけど、なんて皆さんはドーナツを説明しますか。よいしょ、ドーナツ、あ、また動いちゃった、ドーナツ、ドーナツは2個つがあります。しゃっくりだ。ドーナツをなんで説明しますか。 How to explain donuts。 ドーナツはね、どういうことだろう、ドーナツ、 How to explain donuts。 So donuts has a whole number。なんで、例えば真ん中に穴が開いているお菓子とか、あとは小麦粉で作ってるとか揚げてるとか、あとは日本のもうないわ真ん中に穴が開いてる小麦粉を使ってる美味しい揚げたお菓子、丸いお菓子。じゃあ逆に今から私がこれを説明するので当ててみてください。じゃあやります。ドーナツの説明だけ書いてやります。ドーナツとは、ドーナツとは、真ん中に穴が開いている小麦粉使っている丸い甘いお菓子、お菓子だけちょっとお団子になっちゃったんですけど、はい、ということで、じゃあ今から私がカタカナを使わずに説明するので、答え あのものはカタカナなので、あのぜひ答えてみてください。なんだろうって思ってみてください。じゃあ飲むものです。最初に飲み物です。 So now we're going to askSo I only know the answer, so please comment what you think the answer is. じゃあ飲み物です、最初に。It's something that you can drink. さあ、飲み物、皆さん。まだ出てないものです。飲み物。やばい。あ、思い出した。飲み物。最初のヒントは飲み物です。ちょっとね、反射で見えない。動かせるかな、動かしたら変わんないけど、あ、ちょっとマシになりましたね。飲み物です。 So first、 あ、カタカナ使わなくても難しい、確かに。飲み物です。飲み物。 So first it's something that you can drink。1個目、飲み物です。
さあ飲み物皆さんコメントいっぱいしてみてください。で2個目、じゃあ2個目はそのままでも飲めるけど牛乳を追加して飲めます。そのままでもいいけどでもいいけど、私が皆さんに聞きたいのはプラス牛乳を入れます、プラス牛牛あれ甘酒甘酒確かに牛乳あ、OK プラス牛5個の子になっちゃった、牛乳はいプラス牛乳コーヒー、あー確かにコーヒーも牛乳入れますね、私もコーヒー牛乳飲みます。あとは何かあるかな、あとはじゃあね次の大きいヒント、牛乳を入れる前の飲み物は葉っぱからできてます。まあ、基本的にね例外もあるけど葉っぱからできていることが多いです。葉っぱから作られている、すごいお腹空いてきているでいる、はいどうでしょう、はい、さあ何か皆さんありますか、はい抹茶ちょっと違うでお茶ちょっと違う、さあ何かありますか、抹茶とお茶はちょっと、お紅茶惜しい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 、もうちょっと牛乳を入れてる時点での紅茶で、あのカタカナで言いましょう。さあ牛乳を入れた紅茶です、牛乳紅茶をぜひカタカナで、画質悪いね今日ちょっと、牛乳紅茶です。 We drink sweet tea、 おお確かに甘いもの入れてもいいですね。あとはあの英国でよく人気です、多分英国、あとはね英国ですね、やっぱりあと日本でも結構人気です、ミルクティー、お正解やった正解です、はい飲み物でそのままで飲めるけど牛乳を入れても美味しいよね、そして葉っぱから作られている、そうブラックティー、ミルクティーなんですよ、牛乳が入ってるじゃん、だからミルクティーです。すごいみんなすごい早い、そして結構早かったよいしょよいしょよいしょ、じゃあ次の問題を出すね、よいしょ、次はですねこのページ終わっちゃったので、次じゃあね、あ分かった、どうしようちょっと難しいかもしれない、ちょっとねいろいろ言っちゃった、今日言っちゃったショートケーキとかね、あのもう答えに出ちゃったコーヒーとかあったね、あこれいいかもしれない、じゃあ次の問題はででん、緑色です、最初に緑色食べ物です、そして緑の食べ物、緑色の食べ物です、最初にさあ緑色の食べ物コメントしてください、こっち側行こう、緑色の食べ物です最初に、さあ皆さん緑色の食べ物何がありますか、 What do you have that is green food? 例えばキュウリとか Cucumbers、 もうないズッキーニとかわさび、お、いいねわさびわさび、私はね鼻がね痛くなるからわさび食べる、ほうれん草、お、確かにほうれん草も美味しいよね、スピナッチ、わさび、さあ他に何かありますか、あるかな、じゃあもうちょっと次はねサラダによく入ってます、抹茶飲み物じゃない食べ物、おはようございます先生、今起きました、 from スリランカ、おすごいスリランカ、はじめましてこんにちは、おはようございます東京です、わかめ、おー確かに、あ私なんて言ったっけ、
ちょっと待って、抹茶。あ、そうだ、サラダに入ってるものだ。サラダに入ってるもの、レタス、確かにレタスも入ってますね、違うけど、サラダに入っている。あ、待って、これサラダって言っちゃった、カタカナ言っちゃった、まあいいか、入っている。はい、サラダに入っちゃってる。ちょっと自分がうるさいね。酢、酢、あ、餅、餅緑色じゃないよ。はい、サラダに入っています。ちょっとね、あの野菜混ぜ混ぜに入ってる、キャベツじゃないんですよね。さあ、じゃあね、柔らかいです、とても。 It's very squishy、 柔ら、ちょっとね、書き順がちょっとおかしいんですけど、柔らかいです、とても柔らかい食べ物です。さあ、なんかあるかな。緑色の食べ物でサラダに入っていて柔らかい。お、アボカド、正解、やったー。すごい腕がね、なんか寒そうでしょ。寒くないんですよ、この部屋暑いんですよ。やったー、はい、アボカドです。さすが、みんなすごい。じゃああと3つぐらいやろうかな。だ、じゃあ次、私がとっても好きなアボカド、そうそう、アボカドです。おっと、落ちちゃった。そう、正解はアボカドでした。Wait, is the avocado? No, it's avocado. 答えはアボガド。アボカド。OK、はい、答えはアボガドでした。合ってた、みんなおめでとう。はい、じゃ次。次は私がとてもとてもとても好きなフルーツです。あ、言っちゃった。難しいね、果実です、果実。私が好きな果実で、果実最初に、じゃあ果実、まあフルーツをぜひ皆さんいっぱい書いてみてください。もしかしたら当たってしまうかもしれないけど。 So what do you think there are in fruits? So what kind of fruits do you thinkIs... And it's in katakana. そう、カタカナで書いてあります。はい、じゃあ何でしょう、なんだろうな、果実、フルーツです。フルーツ、フルーツ、なんかフルーツある。 I failed my ancestors. Oh, really? It is good. Advocate. Advocate だったのかな。 Is it correct? Advocate? いちご、違う、カタカナだよ、カタカナ。答えはカタカナ。答えはカタカナ、カタカナ、びっくり。答えはカタカナです。さあ、オレンジ、マンゴー、確かに惜しい。じゃあ次、紫、ちっちゃいです。じゃあ小さい、小さくて丸いです、丸い食べ物です。リンゴ、違う、リンゴちっちゃくないよ。まあちっちゃいリンゴもあるけど、全部この種類は基本的に全部ちっちゃくて丸いです。パイナップル、違う、ちっちゃくて丸い食べ物だよ。でもね、惜しい、みんなすごいよく考えられるね。例えばね、いちごだとストロベリー、ブルーベリー、あ、ブルーベリー、ちょっと違うけどブルーベリーです。そう、小さくて丸くて、でなんか紫色って言おうとしたんだけど、ものによって違うじゃないですか。で、中は緑っぽいから。グレープ、あ、惜しい、グレープでも違うんですよ。ブルーベリーでもグレープも OK、 丸、ぶどう OK、 丸丸、もうみんな丸正解。はい、まあ一応ね、答えはブルーベリーでした。シャインマスカットは緑色だよ。答えはブルーでした。紫のリンゴってあるの、あれ、あ、ちょっとミスっちゃった。 The answer was blue
berries. OK 合ってる。 OK OK ちょっと待ってね。よし答えブルーベリーでした。イエーイ。じゃああとあと1個だな多分。じゃあちょっと難しいかもしれないからやめた。あ私の好きなトマトが出てきました。トマトはねちょっと難しいからな。あじゃあ最近私何でも好きかもしれない。基本的にねキノコとかねナスとかねイカとタコ以外は好きです。あと苦いゴーヤとかちょっと苦手。昨日ねなんか歩いてたんですよ。そしたら中指が切れててね痛いんですよ。昨日痛かった。今日はあんま痛くないけど。So, the final answer. Oh, by the way, I was walking yesterday and then my finger was like hurting and like it was cut. It's like cut. But I don't know when it got cut. いつ切れちゃったかわかんないんだよな。ちょっと待ってね。皮がね、痛い。OK。すごい綺麗になりました。はい。で、答え、あ、次。次の問題は、ね。やっぱ難しいから違うのにしよう。ちょっとフライドポテトにしようと思ったんですけどね。ちょっと難しかった。なんて書いたんだろう。Ouch! Yeah, it was ouchy. あ、じゃあこれにしよう。じゃあね、最初に小麦粉でできているご飯です。ご飯？ご飯です。So first it's a food like dinner and lunch kind of thing made from flour. 小麦。から作るご飯。飯ってどうやって書くんだっけ。ご飯ご飯。あピザパン確かに惜しい。そんな感じ。ご飯お米ではないです。痛いですか。痛い。今は痛くないよパンもうねここがちょっと切れちゃって昨日は痛かったけど今日はね痛くないです。先生は日本人ですか。日本人ですよ一応Yes, I am a Japanese person. So pizza, bread, pizza, hot cake. お、パンケーキ。パンケーキって何だっけ。あとパンケーキ、ホットケーキ、それしかないかも。パンケーキ、hot cakes, cake。あのご飯ですよ皆さん。あの甘いものじゃなくてご飯ね。ご飯です。なんで日本人見えないのかな日本人見えないですか。今日ね髪巻いたからちょっと日本人っぽくないかも。パンケーキご飯ご飯。で次いろんなソースをかけられます。なんちゃらソースとかいろんなソース。ソースがある。なのでねいろんな食べ物種類があります。クレープ。あクレープも好き。天ぷら美味しいよね。クレープ天ぷら。天ぷらはねあのキノコがよく入ってるので苦手です。サンドイッチ違う。まあ美味しいけど確かに小麦粉から作るご飯だね。だけどソースソースいろいろあるんですよソースが。 So there's a lot of sauces. お好み焼き。お昨日食べました。はい夢がある。イエーイ Thank you. そう昨日 I ate お好み焼き yesterday. ちなみにね広島風と関西風かなのやつがあります。ピザ。あ、確かにいろんなソースある。じゃあピザじゃないよ。実はピザ。私がとても、あ、でもピザもこの間食べた。この間これも食べました。ピザではないですよ、皆さん。さあ、皆さん何かあるかな？ What does everyone think it is? So something that use flour and there's a lot of sauces. で、じゃあ次の答え、ヒントを出すと、長い棒状のものです。あ、茹でなきゃいけないじゃん。You have to boil it.英語が上手。あ、お、全然ハーフじゃないですよ。日本語ではね、ハーフって言うんですよ。あの、私じゃないよ。普通に一般的にハーフって言うんですけど、あの、海外でハーフって言うとね、失礼らしいのでね。あの、I'm、面白い。なんかパーシー・ジャクソンっていう本があったんですけど、あ、パスタ。惜しい。違う言い方、パスタの。パーシー・ジャクソンっていう本があったんだけど、それでなんか、半分人間で半分神様っていう人がいました。食べた時に口の家にくっつきますか。チョコとか。でもあの答えはね、あのパスタの別な言い方です。Half God, half human っていう。And Percy Jackson。お、スパゲッティ。確かに。お、合ってます。確かにじゃない。合ってます。おめでとう。そう、そんなねお話がありました。Percy Jacksonで。So
That was パスタじゃないよみんな。スパゲッティだよ。パスタのスパゲッティと何が違うんだろう。ああやばい。字が変換されていない。そう。パスタとスパゲッティの違い。パスタとスパゲッティの違いは、あ、スパゲッティはパスタの中でも小麦粉を使って長細くしたものです。で、パスタは、あ、小麦粉を使って作った食品の総称らしい。なんかこういう、もうこういう食べ物たち、ペンネとかも全部これはパスタらしい。これね、これペンネね。で、こっちはね、フェットチーノ?わかんないけど。です。ちなみにね、中国には刀削麺っていうの、シュッ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 って。あの、こう、小麦粉をね、このナイフを使ってシュッ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 っていう麺があって、刀削麺はもちもちしてて美味しいです。スパゲッティ。そうです。答えはスパゲッティでした。ちなみにちょっと伸ばします。この答えの場合はスパゲッティって伸びますけど、スパゲッティでもいいと思う。うん、スパゲッティでもいいです。伸ばさなくても OK です。答えは。はい。パスタはこういうやつ。こういうね、いろんな種類がある小麦粉の麺です。で、スパゲッティはそれの中の長細いやつ。イエイ。じゃあ皆さん、完璧。スパゲッティはパスタの種類ですか？そうです。だからね、パスタの中に、フェットチーネがあったりとか、ペンネがあったりとかあります。刀削麺はあの普通に中国のお菓子じゃないご飯です。ちなみに私はね、あー落ちてきた。ちなみに私はね、あまた落ちちゃう、危ない危ない。私はあのスーランタンメンっていうのが好きです。さあということで、よいしょ。じゃあ皆さん最後まで、もうちょっとでね11時、もう11時なので終わりしたいと思います。最後まで見てください。ありがとうございました。皆さんぜひ次回のライブも見てね。ドイツ人はミルクヌードル、ミルクスンダルを作ります。グッテンターグ。私わかんない、ドイツ語発音ねできないんですよ。なんか難しいじゃないですか。はい、ということで皆さん最後まで見てくださりありがとうございます。今日すごいみんないっぱいいいねくれた、嬉しい、ありがとうございました。やった。はい、またぜひ次回の動画を見てください。次回は多分、今日何曜日だ、今日月曜日やから水曜日やると思います。またね、一緒にボードゲームみんなでやろうね。楽しかった。オブリガード、何やっけ、ポルトガル語、オブリガード、 Thank you Thank you、 オブリガード、グラシアス、それしかない。次の予定は水曜日です。水曜日、 Wednesday。So next plans are Wednesday, probably in the morning or into. Thanks, bye! いつもありがとうございます。先生、お疲れ様でした。ありがとう。みんなありがとう。はい、最後に言ってください。ありがとうございました。そして最後にちょっとだけ告知をさせてください。皆さん、あの概要欄にあるんですけどね、アテインオンラインジャパニーズはランゲージスクールを作りました。日本語学校を作りました。あの少人数制でね、こういうライブをやって、を見ながら勉強したりとか、あのオンデマンド授業っていう、もうすでに録画されている授業を見ながら勉強することができるので、ぜひ皆さん見てください。ちょうど私の1本前かなに、あのちょっと待ってね、1本前にあの説明があるので、そう、あライブレクチャー、あそう、これね N 語のやつなんですけど、多分あの皆さんちょっと参考になるのでね、もし N 語とか N4 を受けようと思っている方がいらっしゃったら、ぜひ見に来てね。で、3月のもうちょっと後かなぐらいが最後になっちゃうので、その前にぜひ皆さん見に来てね。じゃあ最後に見てくださりありがとうございました。 Thank you for watching and end。 お、メキシコから Gracias Buenos Dias Buenos Noches Buenos Tardes。 Thank you for watching until the end. I hope you check out our Tain Online Japanese, which there is a mock lesson yesterday, or no, 2 days ago, and it's right before my live, so if you can click our YouTube channel right in the description, you can probably watch it, and if you're interested, please check it out. そしてね、あの、なんだっけ、あのぜひチャンネル登録と高評価欲しいな。あのね、
ぜひ高評価いっぱいしてね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そしてコメントもね、ライブが終わったら面白かったよとかコメントしてくれると嬉しいです。次回はこれをやってほしいなってコメントしてくれるともっと嬉しいです。ぜひコメントしてね。 I hope you can comment down below and also please leave a like, it would make me very very happy, very very buenos noches, yay! Hi, it will make me very very happy and I hope you enjoyed and see you next time on Wednesday. Hi, and please comment. Oh, comment what you want to see next. I hope I can do it for you, but I will try my best. And I will be excited for all of your comments and likes it and it helps me very much. Oh, またコメントやった。お疲れ様でした。ありがとう。はい。今ね、8万5000人になったのでね、ぜひいっぱいチャンネルみんなに広めてね。お友達に、勉強日本語勉強してるお友達にこんなチャンネルあるよって言ってくれたらとても嬉しいです。じゃあまたみんな会おうね。水曜日会おうね。高評価お願いね。じゃあねみんな、バイバイ。 Thank you for watching. See you next time. Bye everyone. じゃあ5で切ります。5 4 3 2 1バイバイ。またね。 Thank you everyone. See you later.